兄上、勝てるでしょうか。もちろんだ。私たちには親方様がついている。さて始めようかね。時は戦国乱世、日の本各地で大名が覇を競いし時代。甲斐の虎武田信玄は越後の龍上杉謙信とたびたび激突。互いに力量を認め宿敵と呼び合う二人は信濃の領有権をめぐって激しくしのぎを削っていた。両者北信濃の川中島で三度戦うも決着はつかず、こたびの戦が四度目の対陣となった。謙信は南方の西条山に、信玄は東の海津城に布陣。領有は動かず膠着状態が続く。やがて信玄が動いた。真田信行、幸村の若き兄弟はその大きな背中に熱き視線を送っていた。武田の将、川中島の戦い。この戦、ひつつき戦法で行く。熱動隊は上杉本隊のいる西条山へ。遠心を八幡原へ突き出せ。本隊は海津城より八幡原へ速やかに移動。疲れた上杉本隊を待ち伏せ。西条山への道塞がれておるか。中央砦を守る敵を退けて門を開けよ。
通しが効かんね。山頂への道、敵多すぎじゃの。別動隊のため、ちゃっちゃと倒さんとね。忍びの技、そなたに及ぶものはないな。